スノホミッシュ軍はアメリカ合衆国ワシントン州のピュージェット湾東岸に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は713,335人であり、ワシントン州の軍の中ではキング軍とピアース軍に次いで第3位である。2000年国勢調査時の人口から10年間で17.7%成長し、成長速度の高い軍になっている。 軍庁所在地はエバレットであり、軍内では人口最大の都市である。軍名はスノホミッシュ属インディアンから取られた。スノホミッシュ軍は1861年1月14日にアイランド軍から分離設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2196平方マイルであり、このうち陸地は2089平方マイル。 水域は107平方マイルで、水域率は4.89%である。軍内の最高地点は火山のグレーシアボーンであり、標高は1541フィートである。スノホミッシュ軍は西側をピュージェット湾に接しており、北セグルのスタンウッド市の近くだけは、アイランド軍に入る亀井の島との間に、デイビス湿地がある。東の境界はカスケード山無北部の両線である。 332番通り北西、北東にあるスカジット郡との北側境界から244番通り南西、南東にあるキング郡との南側境界まで36マイルであり、その間に1マイルあたり16ブロックとなる通りが格子状に引かれている。これら2つの森は、ベーカー山、スノクアルミー国立の森として管理されているが、郡内には、 当初の森の一部がそれぞれ入っている。エバレット市中心街、ヒューイットアベニュー人口の多い都市隣接する、軍軍内には、他の軍や地域とをつなぐ、主要幹線道路が5本ある。南北に通るのは、週刊高速道路5号線、道405号線、ワシントン州道9号線、道99号線の4本であり、東西方向は、アメリカ国道2号線である。 周回高速道路とアメリカ国道ワシントン修道九州道スノホミッシュ群ではコミュニティトランジットエバレットトランジット及びサウンドトランジットの3社で多くのバス路線が運行されているエバレット市内のアムトラック駅からはエンパイアビルダー列車カスケーズ線が利用できサウンドトランジットのサウンダー線はシアトルとを結びそこからタコマニークサウス線に接続している コミュニティトランジットは、エバレット駅から修道99号線に沿った、キング群ショアラインのオーロラビレッジまで、スウィフトと呼ばれるバスラピットトランジットを運行している。また、リンウッドまで、最終的には、エバレット駅まで、ライトレール線を延伸する計画がある。この線は、ノースリンクと呼ばれることになる。軍内には公式空港一つと、市民空港二つがある。また、 ワシントン州フェリーが運行する二つのフェリー航路も利用できる。公式空港はペインフィールド空港、別名スノホミッシュ軍空港である。スノホミッシュ市のハーベイ飛行場のような小さな空港もある。市民空港はアーリントンとダーリントンの二つである。またレイクスティーブンスとグラナイトフォールズには市営空港もある。マーサレイクのマーサレイク空港も 市営空港だったが2000年に閉鎖された。ペインフィールド空港には、ボーイングエバレット工場が隣接している。また資産家のポール・アレンが、フライング・ヘリテージ・コレクションを運営している。ワシントン州フェリーが運行する2つのフェリー航路は、他の軍とをつなぐものである。一つは、エドモンズ・キングストン航路であり、ワシントン州道104号線につながっている。州道104号線は、 ヒトサップ半島の西、アメリカ国道101号線の西側で、フット運河を、フット運河橋で越えた後で終端となる。修道104号線の東側は、キング軍とスノホミッシュ軍の軍境、週刊高速道路5号線が終端となる。二つ目の航路は、ムキルテオ・クリントン航路であり、修道525号線をつないでいる。修道525号線の西側は、 ビドビー島の修道20号線、アメリカ国道101号線に向かう別のフェリー航路に行くところが終端になっている。東側は週刊高速道路5号線とのインターチェンジが終端であり、週刊高速道路405号線につながる。スノホミッシュ軍には4年制の高等教育機関がない。これは国内のこのように人口の多い軍では珍しいことである。 エバレットコミュニティカレッジとエドモンズコミュニティカレッジは学術的移行学位教育、職業訓練及び基礎教育を行っている。学生数は合わせて4万人以上である。軍内高校卒業生の約40%がこれらカレッジに入学している。エバレットコミュニティカレッジは北ピュージェットワン大学センターの法的に指定された先導校であり、そこから西ワシントン大学、 ワシントン州立大学、中央ワシントン大学、東アシントン大学、エバーグリーン州立、カレッジ、ホープ国際大学及びワシントン大学、オッセル校を通じて25の学士号及び修士号を取得できる。エドモンズコミュニティカレッジと中央ワシントン大学が共有するスノックアルミーホール2007年撮影、エドモンズコミュニティカレッジと 中央ワシントン大学は1975年以降、協業して、軍内の高等教育を担当している。エドモンズコミュニティカレッジのオンラインであるいは通学で2年間の学位を取得した後、カレッジのキャンパス内にある中央ワシントン大学と、共有のスノックアルミーホールで学士号を取得するための教育を受けることができる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 文明は地域にいたインディアン部族の名前である。低い土地の人々という意味を当てる者も,もいる。スノホミッシュ軍は1861年1月14日にアイランド軍から分離設立された。1861年には軍庁所在地がスノホミッシュ市に置かれていた。1895年に論争の末に住民投票によってエヴァレット市に軍庁が移された。 軍の最初の国勢調査は1862年に保安官セーラム・ A ・イ・ウッズがいた。軍内初期開拓者にはスノホミッシュのイ、e、ーカイ・キャディ、イーシー・ファーガソン及びアイザック・カスカートがいた。軍行政官、アーロン・リアドン現職軍行政官、アーロン・リアドンは民主党員であり、元衆議会会議員だった。軍行政官職は1979年に認可された。 初代行政官は保守派民主党のウィリスタッカーであり、1980年から1991年まで務めた。その後継は民主党のボブ・ドレウェルであり、1991年から2002年まで務めた。軍政委員会は5つの選挙区から選ばれた5人の委員で構成されている。ありがとうございます。